敵はその目で見極めなさい。さあ始めようか、小僧ども。必ず勝って大軍の威信を示さなければ。そこまでだ。楽にしてやる。インジェクションショット。ドラファルナウンターショック。あなたは世界を乱しすぎる。すぐに終わる。すいません。行きますよ。次に会ったら消してやる。もう勝手なことはさせません。体を入れ替えられるなんて絶対嫌です。ここは俺に任せて休んでな。逃がしません。キリシガレ、今日お前と出会うことは知っていた。ほう、お前も未来が見えるか。だが戦えば勝つのは俺のようだ。こりゃ逃げた方が良さそうだな。私が女だから手を抜いたんですか。次こそ本気を出させてみせます。そうじゃ、敵に遠慮はいらんぞ。なぜ防げなかった。行きますよ。キリシグレ、流れ持ち、ウルスケの血潮。みんな安心して暮らせないんで。逃がしません。なんて強いんだろう。さあどうする。出てみろ。手を組むぞ。異論はないだ。また会いたいものだ。あの悪党が最上大技者の中二校の一本。夜キリシグレ、やっぱりすごい。やったすごい。腕試しといこうぜ。弟だからって実力も下だと思うなよ。ここは引かせてもらう。抵抗しても無駄です。うまくやったな。この手で勝つくぞ。逃がしません。キリシグレ、調子に乗るなよ。行きますよ。調子に乗るなよ。僕の全てをかけよう。許しません。そうじゃ、敵に遠慮はいらんぞ。俺の手を借りたいのか。よし、天使としてもっと腕を磨いて、世界中の悪党たちの手に渡って名刀を集めるんです。3人に勝つってどれだけ強いんだろう。僕もいつかあんな風になりたい。僕のものなのに。この手で。やれやれ、君も求婚しに来たのかい。逃がしません。
を貸して自分の正義を貫きます。やっぱり俺の勝ちだったな。